すごい、なんかいろんなお店があるね。わあ、美味しそうなパン屋さん、見てこれ、美味しそう。寄り道楽しすぎるでしょ、これ。いろんなお店がある。これは何屋さん？なんか、お惣菜かな？コロッケかな、これ。美味しそう。なんか美味しそうって思ったら、本当によだれが出てきた。お散歩、いいね、お散歩。ここはなんか、いろんなお店がたくさんあるね。美味しそう。これ何？何屋さん？ケーキ？お菓子？おしゃれ。なんかさ、あえてこう、蜘蛛の巣張ってる感じが。めちゃめちゃおしゃれ。お、なに？すごーい。ジムの前になんかおじさんとおばさんがいる。なんか、動き方がカクカクなんだが大丈夫？ロボットかな？あ！先にいるじゃん、ネモさんが。あやのジムに来たってことは、ジムバッジを集めてポケモンリーグに挑戦するんだね。はい、挑戦しに来ました。やった、そう来なくっちゃ、誘った甲斐があったよ。ジムリーダーと戦うには、ジムテストっていうお題をクリアする必要があるんだ。ジムテストって何？内容はジムごとに違うから、受付の人に聞いてみて。これあげとく、私だと思って使ってね。私だと思って使わないよ、私。いい傷薬はあんまり。あれ、なんかチャンピオン目指してくれて本当に嬉しい。なんかこう、いても立ってもいられない。その辺のトレーナーに片っ端から勝負挑んでくるね。すごい殺気立ってる。ようこそ、セルクルジムへ。挑戦者の名前を登録します。あやのんさんですね。はい、そうです。よろしくお願いします。当ジムリーダー、カエデと勝負するには、ジムテストをクリアする必要があります。セルクルジムのジムテストは、オリーブ転がしです。何、オリーブ転がしって。オリーブの産地、セルクルでは、昔から豊作を願ってオリーブ収穫祭を行っています。オリーブを模した玉を転がしてゴールまで運べれば、ジムテストクリア。翌年は多くのオリーブが取れますよ。詳しいルールは会場にいるスタッフで お尋ねくださいね。オリーブ転がし会場は街の北の方にありますよ。場所をマップに登録しておきますね。それでは行ってらっしゃい。めっちゃ爽やかに行ってらっしゃい言われた。何？オリーブ転がし。あ、めっちゃ可愛いビビオン。今シーズンもさ、ビビオンさ、色がさ、いろいろあるのかな。昔のポケモンはさ、なんか、進化する地域によって、ビビオンのね、羽の色が違ったんだよね。海外とか。あと、都道府県とかでも違ったかな、確か。北の方。あ、そうだよね。N って書いてあるんだ。N って書いてある方。どっから行ったらいいんだ？一回外に出てからこうか。これか！人がいるわ。これだ、これだ。なんか、でかい、箱みたいなのある。オリーブ転がし。オリーブ転がし会場へようこそ。ジムテストオリーブ転がしは巨大なオリーブ玉に体ごとぶつかって転がしていく体力勝負。いくつもの障害物を乗り越えて、ゴールのカゴにオリーブ玉を入れることができたらクリアです。それではジムテストのオリーブ転がしに挑戦されますか？はい！挑戦します。よろしくお願いします。すごいなんか柵がさ、蜘蛛の巣みたいになってる。かしこまりました。豊作を願ってしっかり転がしてくださいね。そうだよね。ジムリーダーにただ戦いたいっていうだけじゃなくて、豊作を願いながら転がさないといけないよね。あ、なんか音がする。あ、あれの中に、あ、そう、こういう感じ？オリーブ転がしに挑戦。わかりました。3、2、1、スタート！え、別にこれ、あ。え、待って！ミニーブちゃんたちが応援してくれて、あーかわいい！応援してくれてるよ。待って、これさ、むずくない？ちょ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 。いや、体力勝負行こう、これ。あのさ、こうやって転がしてこう。これさ、あの、もしかしてジムリーダーの前に戦うあの、トレーナーさん的な、そんな感じ。ごめん、危ない
ですよ。あー、ぶつかってる、ごめん。勝てたら近道。あ、それは勝ちましょう。めっちゃ思い切りメモリーブぶつけちゃった。私に勝てたら近道通してあげる。ミニーブの壁、あなたにかいくぐれるかしら。かいくぐります。焼き鳥でかわしますよ。はるみさん、どこ向いてんの。ちょっとねえ、急にさ、なんでさ、横を向き始めたの。ちょっとこれ私が別に操作したわけではなくて、急にはるみさん横を向き始めた。なんで横向き、どこ向いてんの。私を見て。違うんよ、なんでそっち向いてるの。仕方された。なんでよ、あんなん初めて見た。だいたいさ、正面向いたままさ終わるのに、話のなんか会話みたいなの。プロトックの鳴き声特殊だよね。よし、やった。コルトック、さようなら。よし、これで、はるみさんとの勝負に勝ち。泣いてる。ミニーブの壁、すんなり超えていくので。超えます。え、1820円ももらえたの？ありがとう、裕福や。あ、ミニーブたちが、道を開けてくれている。優しい。え、待って、待って、あっちまで転がしたね。もう一回転がさないかんじゃん。ごめん、はるみさん。はるみさん、ごめん。はるみさん、危機回避。はるみさんは危機回避します。あ、待って、ちゃんとあれ、これ、クモの巣貼ってくれてるじゃん、ポケモンが。すごい。すごい、すごい、すごい。これは、近道したいから、ちゃんとジム戦っていうか、このトレーナーさんを、ぶっ飛ばしてから。あ、科学はすげえおじさんと一緒の格好してる。この先がゴールだ。近道に深夜付き物、君の足を止めさせてもらおう。嫌です。ジムトレーナーのひろみつさん。ふくよかのお顔と体してますね。こんぱん、こんな感じの鳴き声じゃなかった、アニポケ、昔の。無印アニポケのさ、コンパーの鳴き声。コンパー、こんな感じの鳴き声とか。やばい、超コンパー。やばい、毒の粉はやめてください。ごめんなさい。コンパーのモノマネするのはやめます。怒らせてしまったコンパーを。そんな鳴き声じゃねえって。怒ってるコンパーが。ごめん、焼き尽くさせてください。よし、オッケー。さよなら、コンパン。イエーイ。止められない思い。止まらない。ミニーブたちも君を認めて動いてくれるぞ。ありがとう。これミニーブたちはさ、進化するのかな？いけいけー！あ、いけいけーって言ってくれてる。優しいね。トレーナーの名前忘れちゃった。よし、これで。え、これ入ってないの、まだ。今もう入ってたじゃん、ゴールに。ジムテスト、オリーブ転がしに挑戦合格。ありがとうございます。あやのおっさんのおかげで来年も豊作間違いなしです。ジムテスト合格です。おめでとうございます。ありがとうございます。ジムテストの結果を受付までご報告ください。ジムリーダーとの勝負もファイトです。ありがとう、やったね。なんかわかんないけどめっちゃいっぱいいるよ。ここ見て、天使の勢ぞろい。ここ、はぁ、かわいい。何、もうめちゃめちゃかわいいんだけど、近寄ってくるし。ちょっと待って。カメラってどこだっけ？あー、かわいい！これを、ぐるーっとしたら、めっちゃおった。めっちゃおるやん。あ、間違えた。めっちゃよ、いっぱいいるー！かわいいねー！ほら、見て。あ、近づいてくる。
かわいすぎる。あーもう幸せ。ライノーさん、オリーブ転がし大成功みたいだったんですね。そうです、おめでとうございます。ジムテストクリアです。ありがとう。当ジムリーダーと勝負する資格が与えられます。やったー。お菓子の虫、お菓子の虫、ジムリーダー楓に挑みますか。はい。お菓子の虫って何。それではバトルコートにご案内します。来た来たよ。いよいよジムリーダー戦、初のジム戦や。来たー。あ、ビビオン、ビビオン、綺麗綺麗、あれキラキラしてる。ビビオンちゃん、ターンと召し上がれ。お菓子あげてたのかな、かわいい。あらあら、素敵なトレーナーさん。オリーブ転がし上手にコロコロしてくれてありがとうね。あら、自己紹介がまだだったかしら。はじめまして、パティスリームクロジの店長の楓です。あらあら、今はセルクルジムのシフトだったわ。パティスリー、パティシエさんか。いけないいけない、ジムリーダーの楓ですね。普段はお菓子を作っているパティシエさんなんですよ。口に入れて幸せのお菓子も、草木に潜む虫も、小さいけど大きな力を持っています。足をすくわれないよう踏ん張ってくださいね。強そうや。大丈夫、でもライノは勝てる。おお、いいな、なんか曲がいいな、曲。何この子、初めて見た、豆バッタ。焼き鳥、頑張れ。虫ポケモン、甘く見てたら痛い目見ちゃうかもしれないですよ。怖い、どうしよう。向こうは3体持ってる。でもこっちは飛行タイプと炎タイプの技を持っているポケモンがいるから、きっと大丈夫。平気平気、いけ、つつく、よし、オッケー。豆バッタの進化系ってどんなやつなんだろう。タマンチュラを繰り出そうとしている、入れ替えます。ここでゴロリを出します。よし、いけゴロリー、タマンチュラ、いけ、焼き尽くす、イエーイ、一発。ヒメグマを繰り出そうとしてる、ポケモン入れ替えますか。ヒメグマってノーマルタイプじゃなかった、そのまま行くか、いやそのまま行こうか。なかなかやりますね。ここからどう転がしましょうか。ヒメグマ、かわいい、ヒメグマかわいい。でもなんで、セラスタルしとくか。セラスタルの焼き尽くす、いけー、コロリ頑張れー、へー、かっちょいい、キラー、サナギを破り強く大きく育ちましょう。何？お、来た来た来た、え、待って、ヒメグマ何になるの。え、なんか触角生えてる。かわいい、かわいい、触角生えてる。よし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 、そっか、テラスタルタイプになるから、ヒメグマも通常はノーマルタイプだけど、テラスタルになってることで虫タイプになってるってこと、そういうことでしょうか、そういうことでよろしい、そういうことか、なるほどね。よしよしよし、ヒメグマ倒しました。あ、なんか地止め感めっちゃ可愛かったな、今。イエーイ、勝負に勝ちました。初勝利、ジム戦1個目。私のポケモンたちみんな虫の雪です。対戦ありがとうございました。あ、ラムネが進化する、マリルになりますよ。夏季進化
夏希進化だから懐いてくれてた。マリュー、やったね。あなたの強さ、勝負の最中でもどんどん膨らんでいきました。私ももっと進化しないとですね。改めまして合格です。ジムリーダーに勝った証としてジムバッジを差し上げます。ありがとうございます。楓特製手作りケーキも一緒にたーっと召し上がれ。え、いいの？え、すごい、なにこれ、写真やん。写真撮っとこう。すごー、セルクルジムクリア、チャンピオンロード、お菓子持ってる、美味しそうこんな写真撮ってくれるの？ジムバッジを一つお持ちならレベル25までのポケモンは捕まえやすく言うことも聞きます。すごい食べっぷりだったのでデザートにマザマシンもどうかしら。飛びつく、相手に飛びついて攻撃する、相手の素早さを下げる。へえ。冒険の途中で手に入れたマザマシンはマザマシンマシンで作れるようになりますからね。これからあなたの進む道に甘く優しくありますように。それではまたお会いしましょう。やったー、クリアできたし、なんか優しいお姉さんだった、かわいい。よし、オッケー。ロト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 、誰かから電話かかってきた。ヤッホー、の私のポケモン面白い技覚えたよ。あ、そういえばジムの調子はどう？合格したよ。おめでとう、あやのなら当然だよ。やっぱりあやの誘ってよかった。私も各地を巡って徹夜でトレーニング中。いや、ね、眠りは大事ですよ。睡眠しっかりとってください。パルデア地方は広いからマップを見ながら行く場所を決めるといいよ。強くなるには寄り道するのも全然ありだからね。そういえば今頃ペパは何してるんだろう。それじゃあまたどっかで会ったら勝負しよう。